日本の GDP 四位に転落っていう感じで、じゃあ日本経済がこう悪い方向にいって。 ってるから gdp 転落してんのかと言ったらいやいや全然そんなことなくてこんな円安になってますからねじゃあこれ円安になってなかったら全然違ったって話なんですけども別にね gdp がないかというのはまあさしてね問題ではないんですがここからですね本当に日本が、えー、日本経済をねしっかり上げていける流れに入っていけるかどうかが重要ですねあそうそう株価ね最高値史上最高値、ね、今日更新しましたけどもねだから日本の経済今非常にいいところの入り口に、ね、まあ入り口に立っているというからもう登り始めてます ますからね。この流れが一過性のもので、あ、終わっちゃったねじゃなくって、これからですね、え、5年10年かけて、うーっとですね、上がっていけるかどうかが重要なんですね。で、何週間か前に分析した通り、ドイツ経済はですね、お先真っ暗ですよ。日本の GDP 抜いたって言って、わーなんて言ってたとしたら、とんでもない話で、ドイツ経済は本当にですね、今後ダメです。特にドイツというのは、まあ、日本と同じようにですね、機械、特に自動車ですね、自動車産業が非常に重要な輸出産業 産業なわけですけども、ドイツはねいち早くま、e、E.V. シフトをしてしまいましたね。まあ一部ねガソリン車も作るんだみたいな話も出てましたけども、これはドイツの自動車産業の停滞を確実に招くというふうに思いますね。それ以外にもドイツはちょっと経済プラスになる要素がですね、ほぼ見当たりませんので、日本抜いたぞうなんて言ってぬか喜びしてもですね、ほぼ何の意味もないかなというふうに思います。そこでですね、今4位に落ちたって言いながら日本の株は本日ね史上最高高値。 更新ということでですから長かったですねこのバブルの間トップに戻るまでねようやく今までかかってしまったわけなんですけども今後の経済成長に結びつけるためには何が必要なんですかということで産経新聞が書いてますけどまず賃上げという本当ここですよねでここに本当プラスのスパイラルに乗れるかどうかの重要な分岐点があるわけですここで株も高いなんか経済も良さそうそれでもしね経営者がまあまあちょっとまだ先行き不安だし人件費上げるのちょっと見送ろうって言って 賃上げに躊躇してしまった場合そうするとですね株は高い経済はいい,いいって言うんだけども実際に物が売れないお金が動かないってことになってしまいますよねそうするとあこの日本の経済のいい,い,いっていうのはこれ幻想なんじゃないか実態のないものなんじゃないかまあ、こういうふうに思われてしまうそうするとあ、まあまこんなもんだろうなということでまた世界の期待がなくなっていって株価も下がっていくっていう流れに入ってしまうかもしれませんよねここでですね経営者が腹を決めるもうここは賃上げだと 必ず違いに行く,行くんだというね。 状況を信じるというねこの力っていうのはね、すごいものがあるんですよ。岸田がどうのこうのって言いますけども、本当にね、日本経済これからね、よく,くなるかどうかの瀬戸際を差配するのは、これはもう企業経営者です。特に大企業、中小企業もそうなんですけども、企業経営者がですね、大丈夫だ賃上げするというね、賃上げしたところで物価も上がってますからね、それ以上に賃上げしないと、結局実質賃金が上がったことにならないっていうふうにも言われてしまいますからね。だから、むしろ、日本としては、政府としては、企業が 賃上げしやすすいいいようななな環境を整えなくてはいけないわけわですねだからそんな状況でね増税なんていうのは全く話になりませんしいや政府としては減税もしますよとそして企業経営者にはね賃上げもお願いしますよと減税賃上げおってなるわけですね。そうするとじゃあちょっと旅行してみようかとかね車買い替えようかとかそういうふうになるわけですからまあ景気というのは木というようにですねみんながいいと思ったら良くなるしみんなが悪いと思ったらダメになるわけですからね。 今せっかくここまでねいい形でね経済が良い方向に回ってきてますから日本経済をこうやってね潰してしまうのも育んでいくのもこれはもう賃上げにかかってるとだからかつてはね経済が悪いのに賃上げって無理だろうって言われたんですけどいや経済良くなってきましたここで賃上げしなかったらいつ賃上げするんだってことですからですから企業経営者としてもいやもうちょっと今賃上げできませんなんていうことはですね言ってはいけないですしここは一気にですね上げていくとそうするとですね会社も活力が出ますしね そういういいい流れに持っていく必要があるんじゃないかなかと思いますここでですねまあちょっと日本とドイツの比較があるんですけど人口は日本1億2,000万人ですよねドイツは8,400万人しかいないわけですよなのに、まあ、ドイツがまあ3位になって日本は4位になった ってわけなんですけども、就業者数、働いてる人数ですね、大体それぞれ半分ずつぐらいですよね、人口の半分ずつぐらいです。日本は六千七百万人、ドイツは四千百万人ですね。だから六千七百万人が働いて作り出す経済価値とドイツの人ね、ええ四千百万人が働いて作り出す経済価値がドルベースで一緒ということですね。まあこれ為替が動けばまた全然変わるわけなんですけども、とするとやっぱり一人当たりの GDP っていうことを見ると、日本はやっぱり低いわけですね。ドイツは少ない人数で 同じだけの GDP ということは、一人当たりの GDP がドイツの方が高いということですね。日本は3万4千ドル。ドイツは4万8千ドルということなんです。そうすると、今全体で日本とドイツが同じぐらいになるということなので、ですから、日本としては、効率よく稼ぐっていうふうにですね、仕向けていかなくてはいけない。だから、あの、同じね、就業人数でも、一人当たりの付加価値、一人当たりが働くことによって作り出す付加価値、これが GDP ですからね、効率よく付加価値を生み出すことができるようになれば、 日本経済はこれからどんどん上向きになる。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。